ザ・グッド・グッド・パイロンでございます。このチャンネルでは映画を紹介いたします。今回の映画は今年アカデミー賞受賞、草薙剛さん主演の映画、邦画ですね、ミッドナイト・スワンでございます。この映画は草薙剛さん主演で、見た目は男でも心は女という難役を見事に演じ切ったことでも話題の本作、東広島にいる水川さんと一家親子なんですが、水川さんはどうしようもない女で問題ばかり起こすんです。それを見た草薙剛さんのお母さんはですね、ケンジと言ってあんたのところに住ましておくれよみたいなことを頼むんです。草薙さん演じる女なので、心は渚さんは東京の新宿に一時的に一家を住ませることにしました。最初は自分の男だった当時の写真を破り捨てたり、私はガキが大嫌いなの。何なのその目は。あんたに何がわかるの。次何かやったら殺すわよ。部屋をきれいにしなさい。片付けなさい。と怒鳴りまくるんです。学校で暴行事件を一家が起こしたり、友達の紹介で始めた撮影のバイト、お客様のカメラマンを暴行したりと、たびたび警察にお世話になっていることが多く、どうしようもない女の子だったんですが、彼女にはバレエの才能があることに、その才能を誰よりも応援し続けたのが、私が思うに3人います。まずは、一家の親友となる友達、リン。そしてバレエの先生。で、3人目が草薙さん演じる渚さん。この3人が超重要な形になりますね。彼女たちのエールや指導がなかったら、自傷行為をこうやって判断し続けたりとか、社会や学校に馴染めないどん底の人生だと私は推測します。いつまでも水川さんといることになって、で最悪なシナリオになったかもしれません。最後ネタバレをしますと、私の好きなキャラが2人お亡くなりになっちゃうんですよ。ショックが大きすぎて悲しかったです。でも胸クソな展開ではございませんので、ご安心ください。一家にはとにかく明るい未来が待っておりますので、笑顔でスマイル状態で見てあげてください。一家は悪くないです。最後に一家役の服部さん、あなたに言いたいことがございます。あなたは新人ですよね。あれは新人と思えなかったんですよ。私的には褒めちぎりたいと思います。最後に陰と陽のキャラを見事に演じきっていたことが、この本作の本当に大事な本質だと私は実感しました。並びに凄まじかったです。演技という魂が入ってまして、あなたにこれから次の作品に期待していきたいと思いますので、いちか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それではこれで終わりたいと思います。短い時間でした。グッバイ。